今シーズンから北海道日本ハムファイターズの本拠地が新球場エスコンフィールド北海道に。マンスリー MC の栗原めぐみです。今日はエスコンフィールドに来ています。すごく楽しみです。それでは早速行ってみましょう。出来たてほやほやの新球場で、この日は日本ハムと西武のオープン戦。ありがとうございます。するといきなり、わー、これはすごいですね。迫力がかっこいい。日本ハムの OB で WBC でも大活躍中のダルビッシュと大谷の巨大壁画がお出迎え。記念撮影にもってこい。これはいい思い出になりますね。さらにメインとなるグラウンドは、あーすごい、選手が近い。こんなに近いと思いませんでした。はい、表情まで見えちゃう。それもそのはず、新球場は客席とグラウンドが近いのが売り。すべては応援してくれるファンのために。この球場の一体感こそ一番の見どころ。今回2階席から観戦した栗原も思わず、こんなところでプレーするの気持ちいいでしょうね。羨ましいな。一方、優雅に野球観戦を楽しみたいファンにはこちら、世界初の試みとなる特等席があるんです。やばい、なんという贅沢な。実はここ天然温泉やサウナに入りながら試合を観戦できちゃうスペシャルシート。さらにバックスクリーンでも世界初の試みが。ここでクイズ。バックスクリーンにはあるものを作る工場があるんですが、それは一体何でしょう。正解はクラフトビール。バックスクリーンにビールの醸造所を併設。ここでしか飲めない特別なクラフトビールをお供に試合観戦。こりゃたまらん。しかし魅力的なのは新球場だけにあらず、実はエスコンフィールドを含めた周辺のエリアは F ビレッジと呼ばれ、他にも見どころが盛りだくさん。そこで今回その魅力を伝えてくれるのがファイターズガール。昨シーズンキツネダンスで話題沸騰、もう皆さんおなじみですよね。そんなファイターズガール激推し3大おすすめスポットを一挙紹介。まずは、私がおすすめするのは七つ星横丁です。北海道初出店のお店を8店舗含む10店舗が集結、試合終了後も楽しめる場所なんです。魅惑のグルメ天国七つ星横丁。ミシュランガイドのビブグルマンを3年連続受賞したたこ焼き屋わなか。常時20種類以上の新鮮な貝を取り揃え、目の前で焼いてくれる焼き貝アコヤなど、魅力的なお店が目白押し。おいしい。中でもファイターズガールの一押しが、天金さんというお店がおすすめです。北海道産のおいしいお寿司が食べることができ、郷土料理を使った一風変わったお寿司もあるんです。こちらが球場では珍しいお寿司が食べられる天金。実は北海道旭川で80年以上の歴史を誇る老舗中の老舗。こちらのおすすめは何ですか。はい、北海道の、獲れた新鮮な魚介類の10貫盛りのお寿司になります。ということで早速人気の10貫盛りをいただきます。野球場に来てお寿司が食べれるというだけでも感動なのに、目の前で握ってもらえて、しかも鮮度もすごく高くて美味しいっていう幸せを一気にもらってます。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。さ
さらに天津の名物がもう一つ、北海道のある郷土料理を使った巻き寿司。ここでクイズ。巻き寿司に使われている郷土料理とは一体何？正解はジンギスカンでした。ここ七つ星横丁のすぐそばには球場が見渡せるカウンター席も併設されており、ジンギスカン巻き寿司をテイクアウトして野球観戦を楽しむのもおすすめなんだとか。ファイターズガール激推し3大おすすめスポット、続いては、次におすすめするのは F ビレッジ内にある商業空間ザ・ロッジです。こちらではゆっくりカフェ時間やご家族でショッピングを楽しむことができ、野球だけではない時間が楽しめますよ。ということでエスコンフィールドから徒歩1分のザ・ロッジへ。ファイターズのグッズがあるので行ってみましょうすごい、化粧品とかまでコラボしてる。ハンドクリームとかも出てるんですね。店内にはファイターズのオリジナルグッズがずらーりと並び、お土産選びに困ることはありません。さらに甘党必見、いちごをふんだんに使った限定スイーツのショップや、こだわりの豆を使ったコーヒーを楽しめるカフェでほっと一息も。また大人気アウトドアブランドザ・ノースフェイスの直営店が入っており、キャンプ用品とかアウトドアのグッズがすごくたくさん、おしゃれですね。あ、テントもありますよ。いいですね、家族で使えるものがたくさん。さらにこのお店でしか買えない限定 T シャツやパーカーも一押しです。ファイターズガール激推し3大おすすめスポット、ラストは、次におすすめするのは一棟貸切型のプライベートヴィラ、ヴィラムラマーレ。エスコンフィールドを窓から眺めながら非日常空間を楽しむことができます。私も一度泊まってみたい場所です。球場に貸切ヴィラ、一体どんな施設なの？ご案内いたします。お願いします。わあ、おしゃれ、素敵ですね。こちらよろしければおかけいただければ、エスコンフィールドを間近に望むことができます。なるほど、失礼します。あ、本当だ、目の前がエスコンフィールドなんですね。はい、すごい。一棟貸し切りのプライベートヴィラは全9棟、どの棟からもエスコンフィールドを一望できる作りに。さらに全ての棟で北海道産のカラマツなどをふんだんに使い、暖かでくつろげる雰囲気を演出。そしてもう一つの檻が、あ、なんておしゃれなんでしょう。え、しかもちょうど外が見える。はい、こちらお外が見えるサウナとなっております。なるほど、大人4人が入ってもゆったりとくつろげるサウナには、水蒸気を起こすロウリュウが楽しめる本格的なサウナストーンを設置。そして極め付きは、こちら外気浴スペースでございます。はい、ここで、あ、でゆったりしていただいて北海道の風を感じていただきながら整っていただけるという形です。夜は空見えますね。はい、バッチリご覧いただくことが可能です、はい、野球はもちろん、様々な施設を楽しみにご家族で遊びに来てください。